倉、佐古観音は岩手県東の市宮森町上増沢にある寺院。三号は倉挟間山。東野七観音第四番札所。正式名は福滝寺だが冒頭の通名で知られる。八百五十二年に回帰したのが始まりとされる。本尊は八百五十一年延人が一期から七体の十一面観音を彫刻し、東野七村へ安置した一体とされる。 1659年に観音堂が消失し、この時観音像の表面が炭化した。1670年再建。木造屋根包業作り。正面8.181メートル、側面8.195メートルの方、見窓。かつてか屋ぶきだったが、現在は、鉄板葺。き。後輩、降乱はなく、の木は一軒半ールき。主屋部は、円柱二本のみ。 1994年9月16日、県から有形文化財指定を受けた。山岳は観音堂に1743年うる1月に、上松沢村の高尾町三郎が奉納したものであり、子孫の高尾氏が神社別当を継承して、現在に至っている。内容は、問題2問と月利金銀割であり、第一問は、天元術。3位、ソロ版の問題。 第2問は、鶴亀さんの問題。当該山岳は、岩手県内においても金ヶ崎八幡神社山岳に、次県内に現県村全国8位という古さである。2017年4月17日、県から有形文化財指定を受けた。ありがとうございます。